んこんにちは、 MSS プロジェクトでございます。さあ皆さん、秋ですよ。秋ですね。秋、そうですね、秋だよ、秋です。秋だ、おじさん今日は今秋です。秋といえば何ですか。秋は、そうですね、芋ですね。ズバリ来ちゃった。はい、まあ現在ですね、秋でもないんですけども、はい、焼き芋って美味しいじゃないですか。美味しいね。ご家庭でも簡単に焼き芋ができる装置があるんですが、ですか、マジかよ。今回はご用意いたしました、こちらです。うわー、重い、でかい、でかい。来ました、こちら焼き芋メーカー、フェイクフリー。さあこちらですね、まあ焼き芋はもちろんのこと、焼きもろこし、アップルパイやホットサンド、しかも焼きおにぎりもなんか作れるらしいですよ。まあ今回はとりあえず、まあもちろん焼き芋メーカーですので、焼き芋をこちらの方で作ってみたいと思います。はい、じゃあ開けてみましょうか。これ期待度高くない？ういー、さあこちらが焼き芋メーカーでございます。なんかすごい、もうちょっとプラスチックの感じかと思ったら、いやもうめっちゃ普通に、普通のでしょう。芋と、だからおにぎり用かなこれ。まあそうです、ね、うん、芋というかこれで多分複数種類いけるでしょ。ん、あ、いたいたいた。おー、こんな感じで、あ、焼き芋プレートはもう入ってる。へー、さあこちらが焼き芋メーカーでございます。このセットはですね、まあ、平面プレートと焼きおにぎりプレートと焼き芋プレートが入ってるわけですね。まあ、はい、でですね、まあ焼き芋を作るんですけども、うん、普通の焼き芋を作ってもね、あれだと思いましたんで、今回は芋を、特別な芋を作りました。芋を、特別な芋、はい、そこに特別な芋、ビニ袋、あ、踏みそうだったわ、ビニ袋。さあ、おわーおなんで閉まった、これ、おはい、そちらですね、こちらはアンノウン芋です。アンノウン芋、アンノウン、知られてないのマジかよ。アンノウン芋、種子島特産として知られるさつまいもなんだって。甘そうなやつで、表皮が赤く、あんのあんのあんのくれないくれないだーとも呼ばれているものですが、まあ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 、水分が多く粘質性で、焼くとまるでクリームのようにねっとりした食感になります。へー、糖度も非常に高いと。クリーム、はい、こちらまずアンノウン芋、アンノウン芋、アンノウン芋。まあまあ入るか、何も分かんなかった。はい、もう一種類用意してますから、はい、じゃーん、じゃじゃーん、来ました、そちらナルト金時でございます。はい、ナルト金時、ですね、大毛島が発祥、金時芋と呼んでいたことがナルト金時だって。うーん、蒸してよし、茹でてよし、焼き芋はもちろん、天ぷら、大学にも全然いける、糖度も高めとなっております。はい、はい、でこちら、2つをね、ちょっと高級芋を用意いたしまして、はい、で普通の焼き芋、もうスーパーで買ってきますよ、だからそのスーパーで買ってきた焼き芋と比べてどうなるかっていう、うん、なるほどね、今回ちょっと、はい、検証していきたいと思います。はい、まああとですね、こちらあの40分ぐらいかかるらしいんで、うん、まあとりあえず、セッティングだけして、はい、ちょっと待ちましょう。はい、まあ、入れるだけで、入れるだけ、うん、なんかこの焼き芋メーカーすごいネットで話題になってるらしいです。マジで、お、こんなにでかい芋も入っちゃいますよ、これ。それ、え、閉まんのこれ、横にしたら閉まる、横にしたら閉まるか。おお、あ、あれ、あ、あ、いけるいけるいける、なんか無理やりいけそう、いいの、それあり、あー、いけるいける、おー、オッケーオッケーオッケー。というわけで、はい、こちらの方で、少々待ちましょう。はい、はい、さあ、というわけで、焼きましたので、うん、多分もういけてると思います。湯気出てるし、匂いしてるし、うん、いい感じですね。うまそう。で、こちら普通の芋も用意しましたんで、はい、はい、じゃあ早速、開けましょうか。開けます、お願いします。では、アルマさんお願いします。ほ、オープン、おお、なんか水分とか出てってね、あー、すげえいい感じ、あ、いい感じ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 、熱い、熱い、あざ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 、いいね、お、いいね、ちょっとお皿にあげましょうか。ほっ、つつつつ、あ、あー、すごい、糖分が、あ、あ、すごい、ほい、ちょっと、サラ、サラ、お、はい、お、すごい糖分、ほい、すげー糖分、糖分、糖分しかない、これだって糖分ってことでしょ、これ、そう、糖分だね、これ糖分、すげー糖分、甘い、え、そんなに、うまい、うん、糖分、糖分だなんやねん。さあ、こっちは普通の焼き芋ですね。
まあこれはこれで絶対美味しい。まあ今年あんま変わんねえなこれな。うん、こっちも金時ちゃうの。ね。紅天使かな。お紅天使。あこれはこれだからブランドもんなんだ。200円。200円。はい。じゃあ早速。これ割ってみる？そうです。あっちは。割ってみるわ。いますか？せーの。あー。おお。美味しそう。おお。無理だ。これはうまい。これはうまいぞ。熱い。熱い。シェルアルバこれふわーってやんなきゃもう。ふわー。おいしそう。うわこれうまいね。熱いねこれ。ほらこっちも一応。あこっちはこっちやっぱり。まあ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 、うん、じゃあまず普通のちょっと食べみよう。そうだね。焼き芋ってさ皮は食べる派？食べる派。食べる派。ほんと、うん、俺とどうしようか。その時によるわ。そう俺もその時によるわ。じゃこのままいってみようか。うん、うん、うまい。うまい。普通にこれでいいわ。うんうまいし普通にうまいもん。どういうこと？うん全然うまいよこれ。マジで普通にうまい。うんマジで普通にこれうまいんだけど。甘すぎず。だけど本当うまいな。結構いい感じでね、うん、火通ってるわな、うん、食べてみるか。さあじゃあそれがうまそう。なるときんときなるときんときです。熱いです。なんだこいつ。もう豪勢いっちゃうぐらいさ。おー、いいねいいねいいね。すごいかぶり。あ、ほこ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 。ネチョネチョしてるね、やっぱ書いてた通り。そうだね、でもね粘着質な。こっちの方がうまい、俺は。こっちの方けど甘みだったらこっちの方が強い気がする。甘みある。そう、こっちの方があるけど、うん、やっぱこっちなんていうんだろう、ふかしたじゃないけど、すごいやっぱりホコホコ感はある。まああるある、うん、こっちや。いや、まあうまいこか、ここの方がうまいかも、ほんま、うん、全然何言ってかわじゃあ次。はい、安納芋。安納芋。安納芋、もう一個。これうまいんだろうな。甘さ、すごそう。ね、わ甘そう。色が、まあ、すごいどっちすげえ。さらにこう、ちょっと行ってみます。行ってみます。ちょっと、これもじゃあ。赤っ。あ、これ甘っ。甘っこか、あっぽい。わかる、熱い。これうまいわ。皮も結構パリパリしていい感じだよね。うん。あ、これ美味しいわ。あ、こっちはもう高級感が。やけどするよ、これ。これは半端じゃない。熱に弱すぎる。なんか皆さん一番好きなの、どうやった？あ、ほんと迷うんだけどね。これぶっちゃけこれ。これかな、うん、どっちかなんだよな。本当に甘みが強いのが強くて、なんか柔らかいのが好きだったら、まあこれいいかな。そうなんだよ、柔らかいのが好き。俺結構ね、うん、そのホクホクというか、俺結構ね硬い感じの方が好きなんは好きなんだよね。なるほどね。俺もそうだ、このもっちり感いいかもしれない、こっちの。うん、ぶっちゃけだからこれが好きな人も絶対いる。まあまあこっちはバランスが、うん、バランスの取れた山本選手だね、うん、バランスのいい山本選手。これをこれで焼いたらどうやったんだろう。あ、多分美味しかった。まあでもやっぱ焼き立てうまいね。うまいわ、間違いないこれ、うん、で、こちらはまあ最初言った通り焼き芋岩もできるんだよ。おい嘘でしょ。いや、最初に言ってた。じゃあ今回焼きおにぎりもやってみたいと思います。焼きおにぎり。焼きおにぎり。ではセッティング、セッティング。はい。はい、じゃあ鉄板の方を変えましたので早速、おにぎり詰めていきましょう。油とか敷かなくていいのかね。テフローに伯爵だから大丈夫。テフローにじゃあ信じればいいの。うん、これしかもね、なんか羽根付きおにぎりもできるらしいんで。はあ、ちょっと多めに、はい、モンゴメリーな感じ。モンゴメリー、はい、醤油ってどのタイミングで入れるの。醤油は焼いた後じゃない、やっぱり焼いた後にちょっとだからバッてやった後にシャーってやってブワーッと。あ、もうまだ入れる。いいねいいね。いや、それはいい。潰れるか、潰れるとかある。こんな感じですか。いいんじゃないかい、これで。うん、いいと思います。もういい、いけ。よし、いけ。ほっ、いいね。あー、おっしゃ。熱くない、大丈夫。よし、よし、よし、これ10分ほど熱すればできるらしいんで、じゃあ少々お待ちしましょう。待ち。さあ、というわけで10分経ちましたんで早速開けてみましょう。どうなってるかな。どうなってるの、この島はどな。おお、いい感じ、羽根ついてる。綺麗 に形ついてる。結構パリパリになってます。そうですね。じゃあ早速ここで醤油をかけて仕上げましょう。両面にかけた方がいいよね。確かに、かけれるならかけてやれば。かけれるか、かけれるか。反対側から開ければいけるかな。ああ。
なるほどね、この羽壊したくない。締めて、一回締めて、締めて、下は大丈夫だから、うん、推奨されてないやり方でしょ、これ多分。いける、やっちゃうんだな。こんな感じですか。いいんじゃないかな。うまそう。よし、じゃあいい。ちょっと先の面もう少しかけるか。めっちゃめちゃ無茶してる。ほらいいね。でも全体に色つくぐらい OK。 これはうまいぞ。こういうのもあるのか。はい、こんなもんですかね。よし、はい、よし、楽しみだこれは。よし、あとじゃあ40分待ちましょう。よし、うわ長いよめちゃくちゃいい匂いですね。いいね、やばこれ。醤油の焦げたすごいいい匂いですね。いい匂いがするね。じゃあ早速揚げちゃいますか。揚げてくれ。ではいきます。ドゥ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 ー、熱い。うわー、うまそうだわ。いい感じですね。めちゃくちゃうまそう。羽もついとるしな。いいねいいね。よし、いったいったいった。羽付き焼きおにぎりの完成です。やったー。袖付き、よっしゃ。袖付き、これは絶対うまいだろ。こんなもん、うまそう。これはいいですね。早速食べてみましょう、はい、羽モーラをちょっと。お、いいねこれ。あ、羽の部分うまいだろうな。どうですか羽。うまいんじゃない。いい音。うん、水素の音。水素の音してる。これいいわ。あ、本当に羽いいぞ。羽羽羽、あっつあっつあっつ。うわ、これはうまいね。うまい。ちょっと本体行ってみますか、そろそろ。じゃあちょっと行ってみます。これ熱いぞ。よし。よし。よし。え、あ、うおほー。どうですか。ちょっと薄いけど、うん、うまい。やっぱ結構かけた方がいいんやね。そうだね。でもまあまあまあでも。うん。パリパリで中は、うん、もちもちですよ。うまい。うん。ああ、うまい。これ便利ですね。うん。醤油かけたとこってなんでこんなうまいんだべな。いや、醤油考えた人天才だよ。そういうこと。さあ、というわけで今回ですね、こちら焼き芋メーカーご紹介いたしました。まあやっぱりご家庭でこちらのように焼き芋もできるし、うん、焼きおにぎりもできるし、その他ホットサンドもできますし。いや、本当に。はい。なので、やはりこちらのね商品はですね、うん、一家に500台。500台。あると。いいかなと思います。ベッドにもなるしな。そうですね。これを複数種類バーってあったらベッド、はい、ちょっとここの部分が邪魔ですけど。いらない。ん？ん？何ですか今？いや、何も言ってないです。何ですよ。これ温まるからベッドとしてはね。確かに。ここを干して。いらない。そんなに。皆様、MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございます。MSS プロジェクトはですね、YouTube、そして怖い怖いニコニコ動画の方にチャンネルを持ってますので、ぜひご登録の方をお願いします。チャンネル登録ボタンはですね、こちらとかこちらとかこちらとか出してくれ、あとですね、下の概要欄、概要欄にもですね、URL とか、貼ってあると思いますので、ぜひご登録の方お願いします。やばいやばいやばい、怖い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 。あ、落ちるんじゃないのこれ。あ、どうなんだね。おーい